嘘みたいな話で、ね、プラネタリウム見に行って、ね、はい、それで落語言うのもその子もなかなか想像力のある子ですね、はい、本当に偉い子ですよ ね。今その子はもう大学生になって、あ、そうなんですか、航海士になるって、あの 船に、はいはい、船の航海士ですかね、はい、そういうの学校行ってる子で、やっぱりあのプラネタリウムとかそういう、ね、そういうところが、うん、好きで、プラネタリウムで落語会やらせて、いろんなつながりありますね。うん、大人の方ってその落語だったらもうこれ楽しみに行こうとかいうモチベーションでね、はい、あの聞きに行かれる方多いですけど、はい、小学生相手の落語はどんな感じですか、ね、うん、楽しいですか。ね、小学生はすごい新鮮な反応が、こっちからは考えたこともないような反応があったりして、はい、例えば謎かけなんかでもね、はいはい、小話なんかでも覚えたらやってくれますし、はい、謎かけなんかでも言うたら作ってくれはったりするんです。あ、そうですか。何々とかけて何ととか、その心は何とやらという、はい、そんなんなんですけど、はい、あのね、ほんまにこの子自分で考えたんって思うのもあって、はい、例えば録画した番組とかけて、はい、好きでもないことと説く、はい、その心はどちらも興味ないです、興味ないです、うまいじゃないですか。そうですね、はい、ほんまに自分が考えたんじゃないですけども、はい、中にほんまにちょっとまあ正直スカみたいなのもあったりするんですけどねまあそれはね、言う人は小学生ですから、トマトとかけて、うん、酔っ払ったお父さんと説く、どちらも赤いですとかね、うん、はい、まあそんな、まあ、ちょっと見たままやろみたいなね、はい、まあ、あと1個だけちょっとほんまに感心したやつがあるんですけど、はい、何でも鑑定団とかけまして、はい、戦と説く、はい、その心はこちなみに何やと、ちょっと待ってください、何でも鑑定団とかけて、戦、まあ、戦い、ね、はい、戦いですよね、はい、その心は、ね、全く分かりませんね、はい、ね、僕も最後全然分からないけど、はい、これどういうことを言ったら、その心は最後まで価値が分かりません。おお、うまいですね。小学校5年生とかが作った、ほんまに作ってくれはった、うまいですね、だから子供はだからそういうのをパパッとこうできるきっかけさえ与えたら、そんなやってくれるっていう、確かに頭の神経のつながりがもう自由なんでしょう ね、だからその辺は僕ではもう想像つかんぐらい、まあ可能性がすごいあるんやなと思って、はいはい、僕もまあ刺激を受けて、はい、でまあ子供たちの前でもいろんな落語をできるだけ聞いてもらおう思って、いろいろやらせてもらってるっていうようなことなんですけどね、はいはい、じゃあ子供さんからもいいイマジネーションをもらいながらということですか ね、はいはい、それはでも素晴らしいですね、はい、同じようにね、はい、ご自身と同じようにまた落語に興味を、そうです、ね、持ってくれる、ね、はい、人が増えればね、だからその頃は大きなって、うん、まあ、落語会に来てもらったり、うん、まあ、もちろんその子供たちが偉なって、はい、落語会のお世話していただいても全然いいですよねもう相当偉なってますね、はい、そうですね、そうですか、はい、もう、もっとね皆さんやっぱりいろいろね、うん、聞きに、はい、いかれ、まあもちろんテープとかでもね、うん、面白いですし、はい、やはりその場に行くとやはり雰囲気が違いますもんね、うん、はい、あ、そうですね、うん、だからまあ落語、あ、もしあれさん、なんかやりましょうか、一席、あ、じゃあお願いできますか、はい、え、いいんですか、はい、もうそんな別に30分とか長丁場でなければ大丈夫です、そうですか、時間、そうですか、まあ今日はこういうね、病院のお医者さんの関係の方とお話をさせていただくということで、はいはい、お医者さんの出てくる話っていうのは小話の方にもあって、はい、まあ、それがまあ長くなって一席ということなんですけども、はい、まあ、医者と患者の小話っていうのがありまして、はいはい、あ、これ、まあ、これ使いましょうか、まあ、例えば小話と、なんかこんなんあるんですけどもね、先生、お、どうしました、私ね、この頃体中が痛いんですけど、どうしたらいいんでしょうか。体中が痛い、一体それどういうことですか。もう少し具体的に症状を教えてください。もうとにかくあちこち痛い、ちょっとこの指で頭を押さえただけでも痛いですしね、もう肩を押さえてもほんまにちょっと押さえただけでも痛い、足を押さえてもお腹を押さえてもちょっと押さえただけでも痛いんです。一体私どこが悪いんでしょうか。あなたの指が折れてます。まあ、この話、ね、はい、ありがとうございます。もう、あ、困ってはります。いや、大丈夫です。もうとにかくね、絶対でやっちゃった。とかね、落語をしていただいたら、はい、隣で見るということはね、まずそうですよ、ね、ないですからね。その目くばせとかもう、そんなところを見てる間にもすぐにもう落ちに行ったので、はい、ちょっとちょっとあっけに取られたけど、いやいや、私もね、落語しましょうかと言うたもんの、はい、どこ見てやっていいのかなという気がしないところなんです、はい、
方で見ててちょっと、はい、このまま、はい、こちらを見てね、カメラの方を見て、じゃあやりたいと思う、はい、でちょっと何か、まあ、短い話そうしたら、はい、あまりあっと終わりすぎても困りますので、ね、もう困りますよ、ね、ちょっとストーリーのあるやつをやらせていただきます、はい、お付き合い願いますけれども、先生こんにちは。おどうしました。私のちょっと目を見ていただきたい。あ、目が悪い。ほう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 、ちょっと見せていただきましょう。ああなるほどな、こらいかんな。はいはい、くり抜きましょう。くり抜くんですか。こんなもんくり抜いてね、悪いところを直してまたスポンとこう入れといた方がよろしい。はいはい、ちょっと、はい、よろしいか。あ、痛いことない。はいはいはい、ポンとこう、はい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 、これもね、とこうこういうふうに、私ね、名車やる前昔たこ焼き屋をやっておりました。ほんまでっかいのね。大丈夫。ねちょっと見して、あーこれいかんなー。あー海がついてえらい汚れて汚いもんやなー。あーあんたもね、一度工学のためにちょっとこの目ちょっとよう見ときなさい、この汚い目を。先生そんな無茶いなあんな、わたい目くり抜かれてどないやって見まんねんな。あー自分で自分の目見ることできませんか。おーこれえらい、不便なもんでんな。おしかしなんでんな、目はあなたを見てますよ。な気持ちの悪いこといいなあ、なんだ早いこと直してください。分かってます、分かって、うん。あ、長谷川くん、あ、すまんがな、この目を、うん、A 液と B 液につけて、ちょっと洗浄してくれるか。あ、頼むで、うん、これであとあろといて、うん、あと目を靴べらで入れます。靴べらで入れまんの。はいはいはい、あ、な、綺麗になった。さあさあ、こんなもんな、あ、靴べらでこういう風に、あ、よろしいか。はいはい、目を入れますよ、この目。あれ入れへんのこれ、あれ人の目かなこれ、あれ、あ、そうか。液につけすぎて、これ、ふやけたんやな。ふやけたね、なんでんねん。これ、どないしてる。あ、大丈夫、大丈夫。うん、長谷川くん、うん、これな、しばらく干しといて。干しときまんのんかいな。今度、カチカチになるっちゅうことは思えへんか。あ、大丈夫、大丈夫。その時は、塩水につけてふやかす。数の子みたいにいいな、あんなの。はいはい、大丈夫、大丈夫。先生、どうした？えらいことで、目がどっか行ってしまいました。目がどっか行ったらど、先生、どう？はい、こっち、こっち。あかんかん、お前はその軌道を開けっぱなしにしたやな。あー犬が食うてもだやな、おい。あの犬や下なめずりしとるがな。あー、どうしましょう。しゃあない、目には目をっちゅう言葉があるね。あの犬の目使おうか。大丈夫だ、大丈夫だ。犬持ってこい、持ってこい。はい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 、この犬のな、はいはい、あー見てみこれ、綺麗な目や。水晶体なんかこっちの方がええぐらいやで。うん、よっしゃ、ほな、これを入れよう。あ、どうも、お待たせをしましたな。先生、何してまんねん。早いことやっとくんな。あ、分かってる、分かってる。うん。あとはな、サイズが合うかどうかや。うん。どう？入ったな。縁があったんやな。おお、入った、入った。おお、一度目を開けてごらん。もうやってくれた。あ、さよか。ちょっと。あ、見えるようになりました。さよか、わあ嬉しいな、どうもありがとうございます。ああお辞儀をしたらいかん、今入れたとこやからな、ポロッとしたらいかんねんな。しばらくそのまま安静に、一日置いてあさってもう一度店に行きなさい。へえ、わかりました。先生この間はどうもありがとうございます。ああ君はこの間の犬のやか、うん、であれからどないや調子は。よう見えるようになりました。悪なる前よりよう見えます。そんな見えるか、よう見えまんな。夜やのにね、昼と同じだけ見えまんねん。おお争いもんやな。そないよう見えるか。さ、ところがね、一つ困ったことがおまんねん。どないした？電信柱見ただけで片足上がりまんねやがな。という落語でございます。画像をご覧の皆様、はい、今これどういう状況でやらせていただいているかよくお分かりでございますでしょうか。密室で一席、はい、やらせていただきます。ラジオ聞いてる方は、ね、はい、分からないですか。そうですね、ラジオ聞いてる方はですね、はい、ちなみに私私服で落語をやらせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。落語をやるなんて言わなきゃよかった、ね。はい、いやいや、もう全然、もうありがとうございます。もう水晶体とかも医学用語も医学用語というほどの用語でもないんですけど、盛り混ぜながらありがとうございます。はい、もうね、はい、皆さんもぜひ、はい、桂明さんの、はい、はい、
まあハンサムぶりを合わせてね、はい、あのラジオやったらいろいろ想像力が膨らむ一方ですね。はい、はい、ハンサムって元です、ね、はい、あ元ですね。もう今カスラアガシでやってますカスラアガシさん、はい、はい、あのまたあの皆さんいろいろと聞きに行っていただければと思います。そうですね、はい、はい、落語会でもですね1月27日に、はい、今度は宝塚のメフというところで、はい、メフの寄せといいましてですね、はい、阪急メフ神社の駅前にピピアメフというところがあって、朝の11時からと午後2時からと2回、はい、落語をやっておりますので、またよろしければお願いいたします。ありがとうございます、はい、今回のゲストは、はい、落語家の桂明さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。